どんな素敵な人に会えるかな。この放送はご覧のスポンサーの提供でお送りします。皆さんこんばんは。1ヶ月ぶりのご無沙汰でございました、ね、本当に暖かくなったり、ね、寒くなったりね、本当にこう天気が変わりやすくてね、皆さん風邪とかひいてませんでしょうかね。こちらに来るときはね、浅草の辺は本当にもう夕方から寒くてね、途中今日はね山梨から来たんですが、大月の辺は雪が待ってましてね、本当に暑くなったり寒くなったりしてますのでね、皆さんくれぐれもね体調には注意してください。この番組小倉浩二の今夜も素敵な人とでは、毎回ですね、ジャンルを超えた素敵なゲストをお迎えしまして、人生をね楽しむヒントを探っていきます。番組の後半では、視聴者プレゼントもございますのでね、最後までゆっくりとご覧になってください。さてですね、私の話なんですけどもね、先月のね放送の翌日に、地元山梨で新春シャンソンショーを開催してきました。まあ、今回はね福島県のいわき市からハイトーンボイスのね柏村信彦さんを友情出演にお迎えしまして、圧倒ホームながらもね華やかなコンサートとなりましたけどもね、まあ、途中ではね柏村さんとデュエットするコーナーもあってですね、皆さんにもね楽しんでいただきました。こんなね、画像見えてますけれどもね。そしてですね、今月5日には、東新宿でもね新春シャンソンショー in 東京をね開催しまして、まあ、こちらもね大勢の皆様にお越しいただきました。まあ、この日はですね浅草21世紀の看板女優のね篠原美子さん、美香さんにも、お越しいただきまして、美香さんからねよ日本一のね掛け声をねいただいてね、本当に今嬉しかったんですけどもね、本当に皆さんありがとうございました。お忙しい中ねお越しいただいて嬉しかったんですけどもね、そしてね番組にはですね今回もたくさんの方からねイラストやメッセージをいただいてますのでね紹介しましょう。まずはですね、うさぴょんさんからいただきました、イラストですけどもね、今日のゲストの今村俊夫さんがね、筋トレをしているところでございますけれどもね、そして私がのんきになんかママチャリかなんか乗ってね歌を歌っているというね、その下にうさぴょんさんもね自転車乗ってますけれどもね、いつも素敵なイラストをありがとうございます。またね次回もよろしくお願いいたします。そして他にもですね、埼玉のねみこさんからは毎月楽しく、見させていただいています。今回もドリアン助川さんとの出会いから始まり、作家、歌手活動のさまざまなエピソードを聞き出しておられ、会話はとても楽しく、興味深いものでした。それにドリアンさんの若い頃のお写真にはびっくりしました。これからも素敵なゲストさんのお話が聞けることを楽しみにしていますというメッセージをいただきました。そしてですね、東京の春さんからですね、小倉さんこんばんは。ドリアン助川さんの波乱万丈な人生のエピソードの話、とても面白く思わず聞き入ってしまいました。そんな世界を飛び回ってきたドリアンさんのメッセージ性にあふれた歌声聞いてみたかったです。これからもどんどんご活躍してくださいということでねいただきました。そしてさらにですね愛知県の NS さんからはですね、番組を見ていて贅沢な気分になりましたというねメッセージをいただきましたけれどもね、皆さん本当にありがとうございます。こうしたメッセージがね皆さんからのね励み、私のね励みになりますので、ぜひともねまた次回もメッセージをお待ちしております。では最初のコーナーに行ってみましょう。今夜の素敵なゲスト。さてまずはですねメインコーナーの今夜の素敵なゲストからねスタートしましょう。このコーナーではジャンルを超えたゲストをお迎えしましてね、最近の活動の様子とかね人生を楽しむコツなどをね伺っていきたいと思います。今夜はですね私とは全く180度違う人だと思いますけどもね、競輪選手の今村俊夫さんをですね、スタジオにお迎えしました。どうぞよろしくお願いいたします。こんばんは。こんばんは、ね、よろしくお願いします。どうぞどうぞ。すいません、失礼します。でかいがたいですね。すごいなと思いますけどね。ちなみに身長体重なんて聞いても大丈夫なんですか、ね、大丈夫です。身長は163です。はい、小柄です。ただ体重ちょっと重くて73キロぐらいあります。うん、73? はい。競輪選手の足がすごいぶっといような気がするんですけど。そうですね。イメージ。自分まだちょっと細い方だと思うんですけど、まあ、太い選手であればもう70センチとか超えてる、70センチ、もう女性のウエストは全然はるかに超えちゃう。すごいですね、はい、だいたいどれくらいですか。僕は60
ちょっとぐらいですね。それでも60ちょっとあればすごいなと思いますけれどもね、はい、実はね今村さんはね山梨の出身、山梨市ですか、はい、ね、あ、山梨のどこですか。生まれは甲州市です。あ、甲州市ね、はい、今は山梨なんです、はい、山梨ということで、ね、はい、実は私の飲み友達でもございましてね山梨の駅前にあるね居酒屋でねいつもよく飲んでるんですけれども、今回もねなんか競輪っていうのは私もよく知らなかった世界ですのでね、あまりうちの親が掛け事はするんじゃないっていうようになったからね割とそういうことは知らなかったんですけど、お話を聞いているうちにとても楽しい方だということが分かりましたね。今日ゲストにねお迎えしましたけれどもね、じゃあちょっとね、まあ、私が知らないところもあるのでね、昔のお話を聞いていきたいと思いますけどもね、子供の頃はどんなお子さんだったんですか。はい、ちょっとやんちゃな、まあまあ、うん、運動能力は高かったと思うんですけど、はい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 、ちょっと体はそんなに強い方ではなかったので、意外に、はい、今も、いや今も大丈夫ですけど、ちっちゃい子ちょっと寝性けれどちょっといろいろあって、よく学校でいう、はい、リボンつけて、リボンつけて、なんかマラソン大会とか、高校の長い距離走った、うん、あれの時もリボンをつけて走ってるような、子供時代を送ってました。そんな人は競輪選手になっちゃってすごいなと思いますけれどもね。でも中高とか部活何やってたんですか。中学校は小学校からサッカーをやってたので、でサッカーを中学校でそのまま、うん、で3年間、はい、はい、そこで季節部として、うん、陸上と、うん、駅伝とでラグビーをやってました。すごいね掛け持ちでそんなに3つもやっちゃう。そうですね、だから、運動は好きだったんですけど、はいはい、ちょっと制限かけてたんで、はい、かかってるわにはいけないやっぱり動くのがね、はい、好きだったんでしょうけど ね、 で高校ね、私は氷川高校というね、そして後輩になるわけです。10個、はい、10個下の後輩になるんですけれどもね、私は、変なコーラ、変なっちゃね、コーラス部にいて、当時は男性が誰もいないコーラス部に唯一入ったという変な、人でしたけれども、そういう面では、変わってたんですけれどね、まあ、あの高校はどちらかというとね、体育会系が強いね学校ですね。そこで何をやってたんですか。そこではもう中学校と全く変わってしまって、うん、ウェイトリフティングを、ウェイトリフティング重量でかいですかね、強かった、先生が有名だったからね、はい、結構強かったんですけど、はい、なんでウェイトを始めようと思ったんですか。中学校に、うんうん、その氷川高校の先生が勧誘に来ていただいて、うん、勧誘されちゃって、はい、君の身体能力だったら全国で3番以内に入れるよって言われて、うん、なんかちょっと心をときめいちゃった、はい、動かされちゃってちょっとやっぱ県大会に出るのがいっぱいいっぱいだった あれだったんで、全国大会出れるんだっていう気持ちでも、うん、はいの一つ返事で、うん、はい、比較終わりましたで実際に行ってみたらどうだったんでしょう。そうですね、うん、まあいろいろ話は聞いてたんで、どんな話、オリエンテーションとか、オリエンテーションね、はい、でまあ、もちろん自分の家からだと結構の自転車でも距離があったので、うん、通うのは大変だったんですけど、ええ、でもその先生を信じて入ってやってみて、うん、まあ、うん、ある程度トントントンってトントン拍子で行って、はい、行ったんで。どこまで行っちゃったんですか、トントン拍子で。入って最初も高校1年生の冬場にはこう全国のジュニアの合宿に呼ばれたり、すごいじゃないで、1年生の選抜大会で全国3位入って、うん、まあ、最終的に高校総体、インターハイ全国1位と、まあ、2年生の時に全国選抜は1位優勝しましたね。すごいね、さすが先生の見る目がね、確かだった。そうですね、本当にもう僕もそれを信じて、でも見てるとなんかただ黙々としてすごい辛い練習してるような気がするんだけどまあ間違いないですでもやっぱ入った時って、うん、やっぱ記録が伸びていくとか、うん、大会出て、うん、こういい順位が取れるとかっていう、うん、やっぱ嬉しさ楽しさはあったんで、うん、やっぱ、うん、まあ黙々とやるのはやっぱ、うん、後になって記録が伸びなくなったとか結構結果がついてこなかった時やっぱしんどいなと思うことやっぱありました。はい、なんか見てると結果が切れそうな気がするんだけど大丈夫そういうことはない、ね、一応大丈夫でしたね一応結果が切れなかったですで、高校卒業して競輪に、はい、競輪に行くわけじゃない。高校からは大学の方にそのまんまウェイトリフティングの、うん、はい、
環境で行かせていただいて、あ、その前にねウェイトの写真があったみたいですから、ちょっと見てみましょう。すごいね、これは62キロ、いつですか、62キロ級山梨って書いてありますね。はい、多分山梨のチームで出て、うん、で、どうなんだろう、下に多分カッコかぶって書いてあるんで、多分社会人ですね。あ、社会人、はい、時だったんですね。会社で出た時の最後ですね。すごいね、上見て、あの時何考えてるんですかなんて。いや、もういや、もう考えてる時間ないです。ないね、そして嬉しいですね。持ち上がるとこは見ましょう、もうちょっと。はい、すごいね。競技ちょっと別の2種目あって、さっきのところで全く違う競技なんで。違う競技、はい、これ持ち上げたとこじゃないの、はいはい、これ何キロぐらいあるんですかね。これ125キロですね。125、はい、社会人になってもやってたとどれぐらいやってたんですか、社会人まで。29ぐらいまでやってましたね。でその後競輪に。そうですね、29から。そう、30、その学校も入んなきゃいけないんで結局デビューしたのは多分31ぐらいになるんですかね。普通もっと若い。そうですね、あの高校卒業して入れるでしょ、あの、うん、一回り違う、約一回り違う子たちと、ね、あの共同生活を送ったりとか。なんで競輪に行こうかなって思ったんでしょう。ウェイトをやってて、うんうん、あの大学終わって、うん、その後にオリンピック出たんですよ、うん、オリンピックに、はい。でそこから4年後のさらなるオリンピックを目標にやるときに、うんうん、あのナショナルトレーニングセンターっていうあの北区にある施設があるんですけど、うんうんうん、そこの近くに引っ越してそこで拠点を置いて練習を始めたんですよね、うん、その時にそこの、トレーニングセンターにいた人が、はい、ウェイトの先輩で、まあ、大学は違うんですけど、その人が今ちょっと競輪選手をトレーニングを見てるよっていう話で、うん、これからの人生そういう方向もありじゃない、うん、ちょっと考えてみたらとっていうすごいね、なんか、はい、いい支え気、悪魔の支え気じゃなくていい支え気がね。そうですね、天からまあでも、まあ、僕も、ね、最初はやっぱ次のオリンピック目指してたんで、うん、ちょっとまああやふやな気持ちもあったし、オリンピック出るって相当すごいなと思う、そちらだけでもすごいなと思うけどその後また競輪に行こうっていうのもね。で、そうなんですよ、ね、であとまだ、うん、その後のオリンピックは結局出れなかったので、うん、あのただまだ体を動かして何やりたいけど、うんうん、現実見た時に、うんはい、さらなる4年後のオリンピックは厳しいだろうなって思って、そんな時にそういう時にもそういう誘いがあったので、うん、まあそれも一つ考えてみようかなって。でオリンピックでこう8位入賞すればこう競輪学校に入れる資格みたいなのもあるっていう話も聞いてたので、そこを出ていい順位取れたら、まあ次の人生もスタートできるのかなとか思いつつ。すごいね、踏み出しちゃったね次ね。すごい。でもそう思ったのが2頭を追っちゃったせいか、うんうん、あのオリンピックも出れず終わったっていうちょっと寂しい話なんですけどまあ一度出れるだけでもすごいなと思いますけれどね。で競輪学校に いくつ29の時ですか。29ですね、多分。競輪学校ってどういう人がどういうふうに入るんですか。なんか普通に入学しとだけ、学生入学試験みたいなんですか。はい、昔と今でちょっと変わっちゃったかもしれないですけど、うんうんはい、僕らの時はそういう僕みたいにスポーツを他のことをやってたっていう人たちは違う、うんうん、自転車ではない自転車 に、うん、なんですか、台上走行試験って言って、うん、動かない自転車を乗って、はいはい、それのこういうパワーとかスピードとかを見て合格判定する試験で僕は入ったのと、でまた一般的にもともと高校時代に自転車をやってて、うんうん、で、そっからタイムを測って、うんうんうん、入学してくる子っていう2つ の入り口があって、はい、大体何人ぐらいこう入るんですかね、1年1学年みたいな。僕らの時75人とかだったのかな。はいはいはい、どんなことするんですかね。で大体何年ぐらいやるんですか、ね、1年ぐらいですね。1年かで、はい、今は本当に1年に1回ずつなんですけど、うんうん、僕らの時代っていうのは半年に1回、うん、半年ずつの卒業だった人もいるんで、ちょっと前の期の先輩と同じ時間を半分生活して、うんうん、で後ろの子たちとも半分生活をするような感じで、はい、2学年いたんで結構まあ多くいましたね。
どんな勉強もあるんですか、一応。勉強も一応、あのルールを、ルールを学ばなきゃいけないので。確かに、あの公共、あの公営、公何競技、公営競技、公営競技、公営競技だからね。はい、そうそうそう。そうなんですよ。そういうルールも学ばないまだまだとね、いけないし、ね、座学みたいなのどれくらいあるんですか、結構長いですか、その座ってこう勉強するの。まあでも、うん、普通の、でも、まあ、のが少ないですよね、やっぱり、やっぱりその自転車に乗ってる方のトレーニングがやっぱ多いんで、はい、で75人で寮生活をする。そうですね。うん、1年間ねみっちりやるって大変じゃないですかね、ずっと、まあ筋トレしたりとか練習したりとか。そうですね、まあもう大学がそのやっぱウェイトリフティングで行ったってこともあって、うん、そういう上下関係の厳しい中での生活だったので、うん、まあその年も年だったんで、下、うん、上から言われることそんなになかった。それはねよかった。だから、まあ、ただまあ年齢的にやっぱ10代のことはね、体力面も厳しいし、まあ、意見も違うし話も難しいし。ついついなんか言っちゃうこともあるんじゃないですか。はい、それはなかったですね。はい、はい、はい、もう自分がやっぱ、はい、競輪っていうものをやっぱ知らないっていうか、自転車ルールをそんなに知らない中だったから、やっぱり若い子でやっぱ入ってくるってことはやっぱ自転車経験者なんで、そういう子たちにいろいろアドバイス聞いたりとか、いろいろちょっとはいはいして、はい、試験み、あの卒業するなんか卒業試験みたいなのあるんですかね。卒業試験、そうですね、はい、競輪、まず、うん、競輪を卒業するっていう試験が年に何回か、うん、2回か、うん、3、2回ぐらいあって、ええ、で最後は、競輪選手を資格認定試験っていうのが一応経済産業省管轄の中の資格はある。はい、あ、それ光栄だもんね。光栄なんで、もう一応もう国家資格と言われる国家資格を持ってるというし、そうですね、に資格ですね、多分。結構大変ですか、国家資格。いや、一応は卒業するレベルのあれに置いてある、うん、置いてくれてるので、うん、一応そこをちゃんと卒業できれば基本的にはそのまんまの流れで、一応選手登録ができるようにはなってるんですけど、まあ、まれに受からないとか、やっぱ一応自転車だけではなく、うん、こっちの勉強の方もあるんで、はい、ルールテストもそういうね、はい、あるんですね。まあ、実際競輪場って全国にどれくらいあるんですかね。今はですね、はい、42だと思うんですけど、42多分、はい、でただ1個熊本が、はい、やってないんですよね。震災かなんかの時かな、それでちょっと潰れちゃって、はい、それから今まだできてない状態で、うん、だから、はい、東京だとどこにあるんですか。東京だと立川と、ああ、ありますね、立川競輪場、京王閣競輪場、はいはいはい、山梨にはないよね。ないですね。そういえばないね。ないです。じゃあ活動範囲って結構全国なんですかね。そうですね、北は、北海道の函館から、うん、一番南でいうとその熊本になるんですけど、うん、まあ、今熊本がないので、まあ、ないというかやって開催されてないので、別府かな、あ、まあ、に長崎になるのか、降りた方で長崎、だから一応その全国は今全部、うん、熊本以外は回りました、行ってきました。すごいね、制覇したね。はい、制覇しました。競輪選手で全国何人ぐらいですかね。2300はいないんで、2200ちょっとぐらい、はい、2000、そんなものですよ。まあ、そこのね競輪場まで自分で運転手かなんかしていくわけでしょ。なんかそうですね、まあ選手の人それぞれであれなんですけど、まあ、車で行く人もいれば、うん、飛行機使う人もいるし、新幹線使う人もいるんですけど、ちょ山梨新幹線ないじゃないですか ね、 ちょっと不便だね、不便なんで、まあ、車で行くことも多かったりですね。競輪場に入ったらどういうことがあるんですか、ね、着いたら。競輪場入ったらまずは、うん、携帯来ましたっていう参加のあれを出して、うん、あと携帯電話、うん、まあ、車ので言ってれば車の鍵、うん、そういうものを全部預けますね。もうあと外との通信を取れなくなるんで、ギャンブルなので。なるほど、はい、だからあと Bluetooth の入ったようなものが全部預けないと、今度ちょっとそれが持ってて見つかっちゃったらもう大変なことに逆になっちゃうので、はい、結構それもきついもんだね。そう、3日間だから携帯見ないって逆に新鮮でいいですよ。そうだね。もう気付かなくて済むんで、はい、電話かかってきたら何があったとか、なんかまあ、はい、メール来てるとか。大体どれくらいいるんですか、その競輪場に1回行くと。1回行くと、まあ
開催ごとの、はい、あれでちょっと違うんですけど、はい、まあ6、まあ、そうですね、7、60人から100人ぐらい、100何人ですかね。何日ぐらいこう拘束されてるんですか。拘束されてるのは、はい、まあ、全県日って言って、まず最初に行った日に、検査の体の検査と自転車検査して、そこから次の日、初日、2日目、3日目ってやって、最終3日目の後には、帰れるので、まあ、実質3日間が拘束されてる時間って感じです、ね。はい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 、体の検査ってなんかドーピングみたいなのあるんですか。はい、いやいや、じゃなくて本当に単純に血圧とか、そういうちょっとした、はい、はい、熱がないかとか、風邪ひいてるのかどこなのか、はい、例えば車に忘れ物しちゃったとか時はどうするんですか。一応それは許可を取って、うん、取ってきていいっていうのと、あと一緒にこう行ってもらって何かしてたらまずいから監視付きで、監視付きで行って、はい、結構大変ですよね。そうね、そうですね。なんかレース前に心がけてることなんてあります。やっぱ酒飲まないとかそういうの。飲んでる。まあ微妙ですね。そうです。嫌いじゃないんで、よくご存知の通り。飲んでも OK なんで、経過って競輪場。競輪場昔は飲めたんですけど、今ちょっとコロナの影響で、まあそういう飲むと声が大きくなったりとかでこう、うん、飛沫感染とかあるんで飲めなくなっちゃったんですけど、一応まあ開催中も決まった時間内で飲むことは可能だったので、まあ、競輪場で飲んだり、あとサウナとかもあったんで、大浴場に、そういうところでサウナでリラックスしたりとか、そういうリラックスする時間もやっぱり大事だと思うんで、やっぱ缶詰になっちゃうんで、はい、部屋は個室なんですか。あ、個室じゃなくて、基本的には4人部屋なんで、4人で生活。落ち着く。4人いるとなんか結構大変そうな気がするんだけど、そんなことないですか。そうですね、昔の先輩とかいろいろ大変だったと思う話は聞きますけど、うん、今はそんなこともないので淡々と。はい。そうなんですね。喧嘩になるとかそういうことはない、ね。まあ、ないですね。いろいろ説教するとかそういうことない、ね。ないと思う。うん、説教どうですかね。レースのあれでちょっと失敗するとあるかもしれないですね。ということでね、続きはまたちょっと次にお伺いしたいと思います。では次のコーナーに行ってみましょう。大人のたしなみ、シャンソンを聴こう。さてここからはですね、大人の音楽シャンソンカンツォーニョを、ね、聴いていただきたいと思います。まあ、このコーナーではシャンソンや、カンツォーニョを、ね、知らないという方のために毎回、ね、豆知識をちょっと紹介していきますけれどもね、今村さん、シャンソンなんて聞いたことありますか。すいません。ないね。申し訳ないです。いやいや。まあね、今日も寒いんですけども、今夜はね、寒い冬もこの曲を聴いているだけでね、なんとなく暖かくなってしまうというね、シャルル・アズナブールが歌いました、愛は燃えてるという曲をねご紹介しましょう。もともとのタイトルは、君を温めてあげるという、ね、意味なんですけれどもね、まあ、軽快なリズムの曲でね、1番から2番、そして2番から3番とね、半音ずつ音が、ね、上がっていくのでね、歌っていても聴いていてもね、だんだんとこう気分が乗ってくる曲になってますけどもね。そしてこの曲の、ね、歌詞もね、1番では 君が寒いなら上着を貸してあげるよから始まってるんですけれども、さらにね、2番ではそれでも寒いなら家中の家具を暖炉にくべて燃やしてしまうというね、だんだんエスカレートしてくるんですけどもね。ところで、その先がね、さらに面白くてね、オチがありまして、アズナブールの詩にはですね、家具を全部燃やしてしまおう、ただし愛し合うベッドは覗いてねっていう、そういうね、歌詞がついてるんですけどもね、さすがにフランスらしいななんて思いますけれどもね。では先月、東新宿の新宿グラムシュタインで行いました新春シャンソンショー in 東京から、アズナブールが歌った愛は燃えているを私の歌声で聞いてください。空に浮かぶ雲色を冬がやってくるのさ、寒さなんか怖くない、あったかいよ僕のそばは、川のほとりを歩こうよ、緑の草が残っているよ、外は少し冷たいけど暖かいよ僕のそばは、この腕に君を抱きしめ、それでもまだ寒いなら貸してあげるよ僕の上着。
風が君の肌を刺して指がかじかむ時はもっともっとそばにおいで、あったかいよ僕のそばは。そして風の隙を見て駆けて行こうよ納屋へ、そこは二人の天国、あったかいよ僕のそばは。窓やドアを固く閉めて鍵をかけておこうよ、薪を燃やしてあたればあったかいよ僕のそばは。森にある木を皆くべて、それでもまだ寒いなら燃やしてしまおう家具もみんな。けれど燃える暖炉よりももっともっと熱いものは君と僕の愛なのさ、あったかいよ僕のそばは。空に浮かぶ雲の毛布、冬がやってくるのさ、寒さなんか怖くない、あったかいよ僕のそばは。今夜の素敵なゲスト、少しはね温まっていただきたいでしょうかね。本当にそうなってくれてしいんですけどね、今夜の素敵なゲストは、クレイピン選手の今村俊夫さんをお迎えしています。引き続きよろしくお願いします。お願いします、ちょっと競輪やったこともない、あの、ね、したことしてすることはない競輪体験したことないって人も多いので、はい、ちょっと簡単なルールを教えてほしいんですけどもね、はいはい。まあ、僕ら今、うん、7社立てって言って7人で基本的にレースをしてまして、はい、まあ、その中で、1人が個人で走ってるわけではなく、あ、違うんです、はい、競争じゃないんだよ、ね、まあ、一応競最後は競争なんですけど、うん、まあ、各 地区地域、はい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 、東京と埼玉が一つの地域とか、あ、栃木、茨城、栃木とか、山梨でいうと甲信越、うん、っていう競輪場が大体ある県とかでこううまく結びついてて、まあそこういうところが、うん、あと、まあ、南関って言って、うん、南関東って言って千葉、はいはいはい、千葉、静岡、神奈川っていうのはまあ一つ。大体何人ぐらいでそのチームみたいなこう、7人のうちで、7人のうち大体がまあこううまく3人、うん、2人っていうチームになるような感じで、こう最初こううまく、うん、番組で組み立てられてて、うん、そこでこう走るって感じですね。で、はい、その組んだ人となんか話し合いみたいなことするんですか？そうですね、こういろいろ作戦をかけてどうやったら勝て、うん、うまく勝てるのかな、どうやったら、うん、まあ、3人で走ってる人たチームだったら、うん、みんな3人が1、2、3着取れるようにどうやったらいけるかなとか、うん、そういう話し合いして、例えば先頭の人と後ろの人はどう違いがあるんですかね。一番前を走る人はやっぱ風切るんで、ああそうですね、はい、自分の力を使っていかにこう組み立てれるかっていう感じで、うん、で、まあ、後ろの人は、うん、こう2番手の人は前が頑張ってくれてるんで、うん、その前の人をかばうつもりで後ろから来たのをこう止めてあげる、ブロックしてあげる、邪魔したり邪魔するか、はい、そういうあるんだね。そういう主張、はい、でもずっとその隊列で行くわけでもないんでしょ。なんか途中でなんか、ね、後ろの人が前に出ちゃったりとか、そういうこともあるんですか？あんまり そうですね、最後の本当にゴール前っていうか4コーナー過ぎた4コーナーぐらいからは、うん、こうやっぱ自分が1着を取るためにみんなもう行きますけど、基本的には流れの中ではあんまりないです、はい。そういうのを考えるとこう年齢が意外に上でも走れる感じなんですか、そういう組み合わせとかに。そうですね、やっぱ前先頭走ってくれる人ってやっぱ基本的に若い子が多いので、うん、まあ、とか
そういう後ろでするのが苦手とか、うん、でもやっぱそこには行かないでっていう頑張る選手もいるんで、組み合わせによってこの人嫌とかそういうのあるでしょ。もちろんありますね。何もしてくれないとかそういうこと。ああ、まあね、そうですね。僕も言われてるかもしれないから気をつけないといけないです。そういう時はどうするんですか。なんか一人で走りますみたいなことも可能なんですか。まあ選手によってはやっぱり一人で自分が気楽に走りたいからっていうか、あ、まあ、自分後ろに背負われるよりは、うん、みたいな言う人もいますけど、まあ、基本的にはチーム戦でどうにか知って頑張ろうよっていうのも多いし、はい、まあ、でも公営競技ということはお金がかかってますからね、お客さんもね。そうですね。そういう面じゃ結構厳しいところありますよね。あります。どの辺が厳しいですかね。まあ、もう最近僕もあんま聞かないですけど、うん、昔本当に自分がもちろん本命選手の時もあるし、うん、穴の選手の時ももちろんある。穴がある。本命と穴がある。はい、穴の方が大きく入ってくるっていうね、あれじゃないですか。そういう意味で、で、そういう本命選手を買うお客さんもいれば、うんうん、穴として言って、穴として買ってる、大きい入ってほしいからみたいなあれで買う選手もいるんで、そうするとこうちょゴールして、自分がゴールして、うんうん、どっちかの時にもこう、どっち本命の選手の、うん、お客さんだと、うん、ありがとうって言ってくれる人もいれば、うん、で自分が穴だった時はこう、なんでお前が軍だよみたいな。それは結構邪魔だよ、精神的に辛いね。でもその隣で違うお客さんが、うん、全く違うこと言って、多分本命党と穴党がちょうど並んじゃってて、うん、はい、ありがとうって言って、てめえ軍だよって言われて、軍だよありがとうみたいな。それはもう、まあ、向こうもお客さんもお金、ね、自分のお金が命の次に大事なお金をかけてますから、ね、はい、間近に聞こえちゃいますもんね。そう、ゴールした後なんでやっぱ聞こえてきますね。ね、はい、なるほど。それで最初なんかこうめげるとかそういうのもあったりしましたが、なんか最初ちょっとやっぱ衝撃が強かったですね、最初。でもやっぱ頑張んないとなみたいな。でも頑張っても言われるから、まあそのうち聞き流そうなっていう感じになりました、ね。はい、真に受けてるとやっぱ自分が精神的に苦しくなっていっちゃうんで、勝っても怒られる、負けても怒られる、じゃあどうすればいいんだよみたいな。まあ仕方がないですけどね、本命ともいれば穴ともいるんで、はい。まあそんな今ね、何年ですかね、選手として。もう12年。12年、もうだいぶベテランじゃないですか。いや、まだまだじゃないですか。やっぱもう全然、あ、これ始めるのが遅かったんで、今は43なんで、うん、まあ10年ぐらいも来てるかもしれないですけど、うん、まあ、18から始めてる子だったらもう20何年経ってるわけなんで、25年か。まあそんな12年の経験の中で、はい、レースで一番大切なことは何でしょう。まあ気持ちですよね、本当に。気持ちですね、はい、本当に、うん、自分が、うん、もう常に勝つつもりでやっていかないと、やっぱもうどん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 落ちていっちゃうんで、うん、はい、まあ、続けるっていうのは本当にね、そうですね、大変だと思うんですけどね。ちょっとデータみたいなのもね、見れる、結構いろんな、ネットからも見れますけどね、ちょっと出してもらっていいですかね。ネットで、はい、うん、なんかこう今村さんのデータとか、こうすぐこう出ちゃうってのもなんかいいんだか悪いんだかね。そうですね、もう名前検索すればビッて出ちゃうんで、まあ、まあ、仕方がないですね、そういう。ポテンシャル、機動力、ダッシュとかのああいうのも全部で分析されちゃったりとかすると、はい、買う方はこういうの見て必死で。あるもんね、やるってことですよね。まあ、あそこの多分ポテンシャルとかああいうダッシュとかよりは、うん、あそこに出てる競争得点っていう点数を一番多分お客さんは最近の成績を見て、うん、はいはいはい、どういう感じなのかなっていう。競争得点っていうのが一番重要だね。はい、どこだ。これで言うと今一番左が直近4ヶ月っていうあれですね。はいはいはい、あれ直近4か、あ、それ74.23っていうのは、はい、そうそうそう、あれが高ければ高いほど、そうですね、そこの最近の4ヶ月でどういう点数を取ってきて、うん、どういう成績を残してきたっていう、うん、そういうあれが出てるところなんで、うん、だから点数が上がってる、急に上がってきてるとかだとか、うん、最近調子良くなってるのかなとか、うん、成績がまとまってきてるのかなとか、うんうん、自分でも見たりするんですか。逆に人の方を見てる方が多い。いや、両方みんな見ますね、やっぱり。はい、
結構これプレッシャーでしょ、これね、採点されてるみたいで、なんか自分の成績をバンバン持ってるね。この点数でこう、うん、ちょっと9班も分かれたりもするんで、うん、上の、あの、なんですかね、簡単に言うと1軍になったり2軍になったり3軍になったりとか、そういう感じでのもあるんで、それでこうなんか賞金とかなんかそういう違うんですか、ギャラっていうじゃないですか。あ、そうですね、基本的なもうあれも違うん、全部 本当に簡単な言い方すると、本当に1軍2軍3軍で、まあ、あれが違う、賞金が違うっていうあれがあるんで、大変な仕事でね、仕事ですね。そうですね、本当にそう思いますけれどもね、はい、レースの前にこう験担ぎみたいなのをこれをするなんていうのは、必ずルーティンでやるとか、まあ、験担ぎはやっぱルーティンで、なんかこう基本的に、うん、全部左足からとかそういう感じではなっちゃってますね。あ、うん、それはなんか分かんないですね。なんか昔はなんか験担ぎもあったんですけど、なんか勝てなくなってきたから、なんか担いでるか担いでないか分かんなくなっちゃったんで、そうなんですね、ルーティンだけはなんかあれですけど、はい、なるほどね、はい、でも勝つためにやっぱ練習とかもするんでしょ。そうですね、あの、まあ、はい、基本的には普段もう練習して、うん、月に2回か3回のレースに行って、うん、そこで賞金もらってくるっていう生活なので、うん、普段の生活は基本的に練習です。練習で何をどうするんですか。まあ、山梨には競輪場ないんで、はい、あの自転車競技場っていう、うん、あ、いうとこ場所があるんで、そこ行ったりとか、あの、うん、家で自転車の動かない自転車の ああいうトレーニングとか、 あと、あの筋トレとかですね、やっぱり、うん、はい、大体何キロぐらいとか何キロで走るんですか。あ、でもなんか昔は100キロとか乗ってたりとかもあったんですけど、最近ちょっと乗らなくなった、まあ、なんですかね、流れなのか、やっぱ、うん、トレーニングの内容が変わってきてるのか、みんながっていうのがあって、あんまりそういう長い距離乗ってるの少なくなったですね、うん、行っても30キロくらいですね。あ、そうなんですか。 30から50。筋トレとかもするんですか。筋トレとかも、はい、しますね。まあ、ガタイもね、まあ、ウェイトもあるかもしれないけど、ね、そうですね、ウェイトの時のもあるんで、やっぱ重い方がこうスピードも出るとか、そういうことはある。どうなんですかね、重い方がでもやっぱ力はあるじゃないですか、はい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 、でも軽い方がスピードは出るのかな、うん、やっぱり小柄の方が、うん、競輪の自転車ってブレーキはないでしょ。ないですね、はい、どうやって止まるの。止まる、なんとなくこうなんとなくゆっくりに後ろにちょっと踏むっていうか、あ、はい、後ろに回す力をあれする感じで、ゆっくり、まあレースもゴールしてだいたい1周半から2周は下を回るので、うん、ゴール後は、うん、それの惰性でちょっとゆっくりなってくるんで、はい、そう、結構怪我とかもあるんじゃないですか。そうですね、もうだけこう もつれてこう行くのに邪魔するとかで絡まっちゃったりするもんね、はい、だから、まあ、僕もデビューした1年目の秋ぐらいに鎖骨初めて折って、うんうん、それが初めての骨折だったんで、なんかその時の写真があるみたいですよ。ですね、あれは違う、鎖骨じゃない、鎖骨じゃないですね、出せますか。これはもっと後に、これは肋骨折れて、はい、肺に血が溜まっちゃったんで、はい、で血気胸っていうあれで、で今だからお腹のところにあの肋骨があれするように固定してて、で結局肺に出血が半分ぐらい溜まってたんで、半分近くかな。で、あのもう息ができないっていうか、もう犬みたいにハッってずっという感じだったんで、命がけだよね。はい。でもこの時も嫁さん、うん、あの病院の方から、うん、あの妻の方にも連絡があって、うん、あのもし緊急だったらあの連絡なしでその、うん、血を抜く、血を抜く、はい、手術をしちゃうんでっていう風に言われて、だから最初2日ぐらいはなんかいろんな管がついてましたね。大変ですね。はい、転ぶとまたさ、すぐ止まらないからずっと大変なことになるでしょ。こういう怪我もあれば、なんかずっと擦れたままずっと、まあ、そうですね、擦れんのもありますからね、はい、それがこれだそうですよ。すごい。これはまあレースの時じゃなかった、ちょっと練習中で、まあ、練習中で、ちょっとこれ多分夏場だったんで、僕も薄着で、肩ノースリーブかなんか、日焼けのつき方もそうだと思うんですけど、ひどいのあれなんで、痛そうだね、ひどいね、結構ね、もう暑い感じですね。あのちょうど僕らが走ってるバンクっていうのがこう、うん、すり鉢状になってるんで、うん、あの
紙やすりみたいにちょっとザラザラしてる場所なので、どうしても転ぶとこういう一気に、はい、まあ、スピードも出てるんで、はい、まあ、レースでねこう思い出に残るシーンなんて、あのそういう怪我もあるんだけど、レースでこう 思い出に残ってるシーンなんてありますかね。これがなんか良かったなんて、僕の中でやっぱ初勝利とかもあったんですけど、うん、でも一番記憶に残ってるのは函館で優勝した時が一番記憶に残ってて、うん、はい、いくつぐらいなの、いくつの時だろう、35ぐらいになる時だったぐらいですかね。優勝して結構稼いだね。いいえ、まあ一応あのありがとうって気持ちで、その日はみんあの函館に町にちょっと飲みに行って、はい、同系の先輩とかと、はい、飲んで飲みました。思い出に残る、はい、まあ、あと競輪の魅力って何でしょうかね。競輪の魅力はまあ何ですかね、本当にスポーツとしてもだし、うん、やっぱこういうギャンブルの一つのあれかもしれないんですけど、うんうんうん、でもそれでしっかりとしたお金が稼いでいけるっていう部分でやっぱり、うん、はい、ちゃんとした仕事だよっていう、はい、自営業で荒っぽく見えるかもしれないですけど、そう、ねはい、保険にも入れるかどうか分からない、結構ね、はい、そういう厳しい仕事でもちゃんとした、資格を持った、こうプロのスポーツ選手というか、はい、そうですね、はい、競輪競馬とか、競輪だけでもね、自分の体はね、そうですね、競艇、オートとボートで、ね、あのみんな、エンジンとか、自分の力じゃない、ない、ね、力じゃないっていうのも変ですけど。一生懸命やってんだ自分、操ってるの、はい、ね、ちょっとねそういえばね競輪学校の写真もいただいてたのでお出しするの忘れちゃったので ね用意できますかね。ほらどこにいるかって一番右から2番目だらしいですよ、はい、ね、分かりづらくてあれですこれ卒業式の時にですね、うん、みんなで最後こう集まって、はい、で最後集まってこんなことをするらしいです。これ帽子を最後に帽子を木の下で木に引っかかるように、うん、みんなで木に引っかかるとなんか分かんないです。なんか、ね、いやそういうことは引っかかるといいとかそういうことはない、ね。なんですかね。なんかいつもそういうあれだったですね。習わしなのかなんかやってましたね。で次の写真がこれはこれ何ですか。これと卒業式の2日ぐらい前に、はい、卒業記念レースっていうのをやるんですけど、その時にこうやっぱ一人ずつデビューするにあたって、はい、挨拶をしていくっていう感じで。この時親とかもいろんな見て、うん、見に来ててるんで、うんうん、挨拶したりとかで、まあ、人によっては若い子とかだと、はいはい、プロポーズした子もいたりとか、はい、何か見たらかっこいいから、ねまあ、僕この時も結婚してたんで、はい、そうなんですね。でも思い出に残るね、そうですね、ですけれどもね、でなんかデビュー当時のちょっと映像がちょこっとあるみたいですけど出せますか。はい、本日第2レースに出走しました第99回生。これどこですか。これはあの僕ら甲信越っていう一つのグループなんですけど、うん、その新潟にある弥彦競輪場っていうところですね、はい、山梨県の。今見てみてどうでしょう。懐かしいですね。全日本選手権を制し結構 ごついね。なんか 今よりごつい感じする。今なんか丸くなったような感じ。そうですね、はい、今年1月、昔の方はやっぱりウェイトやっててガッチリしてたっていうイメージがあるんで、今後の活躍が期待されます。で競輪でこれから目指すものがありますか。やっぱ、うん、今やっぱりよりやっぱグレード高いところでも走りたいっていう気持ちももちろんありますけど、うん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 、でもやっぱここからどれだけ長く やっていくかっていうのも大事になってると思うので、うん、そういうところですかね、うん、あとね、まあ、いろんな人生をオリンピックも行ったりいろいろなことをやってると思うんですけども、はい、人生を楽しむ秘訣なんて何でしょう。まあ、うん、本当にもう、うん、楽しむことですよね。自分が一番、ね、一番何にしてもそれを楽しむことが、楽しみが見つからなかったら結局はやっぱ、うん、マイナスの方に行っちゃうんで、どんなことでもどんなかけがえのないことでも楽しみを見つけて何かしていく、うん、でそれに時には全力でぶつかったりとか、なんか走りやすいなと思ったんですけど、まあ、確かにね、終わったレース終わった後でね、隣で飲んでると、すごい、そう飲んでも楽しかったみたいな感じ、はい、進んじゃいますね、やっぱ、まあ、最近だとやっぱ3日間飲めないんで、そうですよね、はい、そのまま溜まってるんで。では、次のコーナーに行きましょう。今が旬、
山梨通信。このコーナーでは私が山梨県の山梨大使、そして山梨市の観光大使をね拝命されているということでね、今が旬の山梨の情報をお届けします。そうね、もうすぐ3月になるんですけども、3月といえばここにもチョコレートありますけどね、ひな祭りですよね。山梨県内でもそんなひな祭りのイベントがいっぱい開かれてますんでね、ちょっと紹介したいと思います。まず私が住んでいます山梨の根津記念館では、山梨出身の実業家根津嘉一郎にゆかりのあるひな人形の企画展が開かれています。鉄道王と呼ばれた嘉一郎が1933年に姪の高に送ったひな人形のほか、地域の住民から寄付された段飾りが、ね、並んでいますけれどもね、こんな形ですね。そして次に甲州市で開かれているのが甲州市円山桃源郷ひな飾りと桃の花祭りです。江戸幕府の命を受けて漢方薬の原料甘草を栽培した甘草屋敷をはじめ、宮公園や信玄公宝物館の3カ所で、ね、行われているんですけどもね、享保びなや古今びな、御所人形に娯楽人吊るし飾りなど、ね、貴重なひな飾りを見ることができます。3月4日土曜日にはね、琴の演奏によるおもてなしの演奏会も開かれるそうです。そして3つ目になりますけれどもね、南アルプス市にあります国の重要文化財安藤家住宅ひな祭りが開かれていますね。安藤家住宅は315年前に建てられた、ね、住宅で、ひな祭りでは江戸から昭和までの200体以上のひな人形が、ね、展示されているんだそうですけどもね、こちらも、ね、見応えがありますけどもね。こちらでも琴の演奏会が3月3日と3月12日の、ね、午前10時から開かれるそうですけどもね、ちょっと早い春を探しに山梨にいらしてみてはいかがでしょうか。以上、山梨通信でした。続いては皆さんのお待ちかねのコーナーです。今夜のちょっといいプレゼント、今日はですね、富士吉田市にあります真田織物さんからね、ネクタイをねいただいたんですけど、3名様のプレゼントになりますけれどもね、ぜひ、ね、皆さんにね、買って応募していただきたいと思いますけれどもね、富士吉田市なんですけれども、平安時代から織物の名産地として、ね、知られてきた町でしてね、現在でも数多くの工場が独自に立ち上げたブランド、ファクトリーブランドが集まっています。今回ね、ネクタイをいただいた真田織物さんは昭和44年に創業し、真田正道さん、圭一さんの2代にわたって織物産業に携わっています。もともとは織物の準備工程の仕事をしていたそうですが、途中からネクタイに特化した織物工場になったそうです。そんな真田織物さんのネクタイの特徴は、絹糸を2本よって作ったね、高密度で光沢感があるネクタイでね、朝締めれば夕方まで緩むことがないほどしっかりとしているそうです。息子さんの圭一さんはですね、東京のネクタイ問屋で、経験をね生かしまして、業界のトレンドを取り入れましたネクタイを提案しているそうです。圭一さんはね、私と同じ早稲田大学の出身ということで、早稲田大学のネクタイや天皇杯でね優勝しましたヴァンフォーレ甲府のねネクタイもね、この真田織物さんが作っているそうですね。こちらのネクタイです。左が早稲田、右がねヴァンフォーレになってますけれどもね。圭一さんはクールビズやコロナ禍の影響でネクタイを締める機会が減りましたが、なくなるものではないので引き続き頑張っていきますとね、力強く語ってくれましたけれどもね。そんな真田織物さんのほか、山梨県内の織物業者が丹精込めて作ったネクタイが3月11日と12日に甲府市の海テラスで開かれるネクタイ1万本祭りに出品されるそうですのでね、1万本って言いますからもう圧巻ですけどもね、ぜひね、好きなネクタイ1本3000円ですから安いですよ、ぜひね買っていただきたいなと思いますけれどもね。ということで今夜は、真田織物さんからネクタイを3名様にプレゼントします。応募はメールでお願いします。住所、氏名、電話番号、番組の感想を書いていただきまして、素敵な人とgmail.com にお送りください。締め切りは3月17日金曜日となっています。まあっという間のね50分間でしたけどもね、今村さんどうでしたか。そうですね、本当にあっという間で、本当にあっという間ですよね。はい、はい、どうぞどうぞいつも一緒に飲んでる時よりさらに短く感じちゃいました本当ですね、本当に、はい
ちょっとね、ここで、私の情報もね、入れさせていただきたいと思います。まずはね、4月8日ですけれどもね、静岡県の三島市で、小倉浩二コンサート in 三島、そして翌4月9日にはですね、静岡市のね、ライフタイムで小倉浩二コンサート in 静岡、そして4月24日には、長野県のね、松本市のストーリーハウスカフェバーでね、小倉浩二コンサート in 松本を開きますのでね、お時間がいただけます方はぜひね、どこかに来ていただけると嬉しいんですけどもね。さて、番組では皆様からのね、感想や温かいメッセージをお待ちしています。メール、素敵な人とatmark.com atmark@gmail.com までね、どしどしとね、お寄せいただきたいと思います。もう最後に今村さん、なんか一言ありますかね、こう力強い抱負を。いやー、うん、そうですね、まあ うん、これからまだまだ選手頑張っていきたいと思うんで、まあ、でも本当にいい着取れるように自分も頑張りますので、はい、買っていただければと。そうですね、はい、100円でもいいので、はい、買いましょう皆さん。どっから見れるんですか、 YouTube とか、 なんかそういうところで見れるんですか。まあ、でもネットで全部やってるので、はい、まずは見るところもいいですね。見てからこう、そうですね、はい、その世界に入っていただくってもいいかと思います、ね。まあ、あんまり僕の見ちゃうと、あ、買うのやめようかなって言われちゃうかもしれない。そんなことない、ね、頑張ります。頑張って。じゃあ、あなたの人のためにも頑張ります。頑張ってください、はい。次回はですね、3月25日のこの時間に、浪曲師の東山一太郎さんと、曲師のね、東山美智さんをね、スタジオにお迎えしますけれどもね、次回も楽しみにしてください。ではまた次回まで、皆さんごきげんよう。ではまた来月お会いしましょう。いい夜を。この放送はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。